ありがとうございます。じゃあみんなで声を上げていきましょう。令和新選組と申します。景気が良くない時には減税、現金給付、社会保険料の減免は世界の常識。今や日本は先進国の中で一番貧しい国になりつつあります。成長しない国、賃金が上がらない国、貧困が拡大する国だからこそ、今みんなで政治を変えなければなりません。一緒に声を上げてくれませんか。今すぐ減税、今すぐ減税、今すぐ減税、今すぐ減税。あまりにも景気が悪いのはもちろん政治の経済政策が間違っているから。今や日本国民の 6.5人に1人が貧困、高齢者の5人に1人が貧困、一人親世帯の2つに1つが貧困。貧困が拡大している日本の中で一人だけ腹を肥やしているのが国会議員、そして大企業。3000万、4000万もの裏金を作っても罪に問われず議員も辞めない、こんな奴らをみんなで追い出していこう。行きますよ。裏金やめろ、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 裏金猫ママやめろ、裏金猫ママやめろ、裏金議員は逮捕だ逮捕だ、ご用だご用だ、今すぐご用だ、今すぐご用だ、今すぐご用だ、裏金猫ママご用だご用だ、議員をやめろ、猫ママ議員は議員をやめろ、裏金議員は議員をやめろ、裏金議員は議員をやめろ、直ちにやめろ、直ちにやめろ、裏金やめろ、裏金やめろ、裏金猫ママ逮捕逮捕、裏金猫ママ逮捕逮捕。どこの社会に3000万も4000万もルールに外れて溜め込んだ猫ママした者たちが罪に問われないという世界があるのでしょうか。そう、日本という国にはそれが存在する。子供たちの貧困は拡大する中、自民党4分の1の国会議員たちは裏金猫ママし放題、新しく通った法律も猫ママが今後続けられる内容になっています。みんなでおかしいと声を上げていきませんか。いきますよ。裏金猫ママ、裏金
猫ババ裏金猫ババやめろ裏金猫ババやめろ裏金猫ババ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 やめろ裏金猫ババやめろ裏金猫ババ。そんなことを数千万円単位で送ってきた者たちが今も国会そこであぐらをかき続けている。こんなことはあってはならない。貧困が拡大する日本国内において勝ち続ける盗み続ける者たちは確かにいる。ここをみんなでしっかりとひっくり返そう、追い出そう。この国のオーナーはあなただ。声を上げよう。あなたなしには国は変えられない。いきますよ。裏金猫ババやめろ裏金猫ババやめろ裏金議員は逮捕だ逮捕だ裏金議員は逮捕だ逮捕だ裏金猫ババ逮捕だ逮捕だ裏金猫ババ猫ババやめろ猫ババやめろ議員もやめろ議員もやめろ増税やめろ増税やめろ岸田もやめろ岸田もやめろ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 金持ち優遇やめろ金持ち優遇やめろインボイス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 やめろ今すぐ減税今すぐ減税直ちに減税直ちに減税。皆さん、世界では景気が悪い時に減税、景気が悪い時に社会保険料減免、景気が悪い時に現金給付は当たり前です。30年の不況にコロナで物価高、日本に必要なのは直ちに減税、社会保険料の減免、あなたの生活を助けるためにも物価高が収まるまでの給付金です。一緒に声を上げてください。あなたがこの国の最高権力者。いきますか。